使徒の働き、二十章。騒ぎが収まると、パウロは弟子たちを呼び集めて励まし、別れを告げ、マケドニアに向けて出発した。そしてその地方を通り、多くの言葉を持って弟子たちを励まし、ギリシアに来て、そこで三ヶ月を過ごした。そしてシリアに向けて船出しようとしていた時に、パウロに対するユダヤ人の陰謀があったため、 彼はマケドニアを通って帰ることにした。彼に同行していたのは、ピロの子であるベレア人ソパテロ、テサロニケ人のアリスタルコとセクンド、デルベ人のガイオ、テモテ、アジア人のテキコとトロヒモであった。この人たちは先に行ってトロアスで私たちを待っていた。私たちは種なしパンの祭りの後にピリピから船でした。 五日のうちにトロアスにいる彼らのところに行き、そこで七日間滞在した。週の初めの日に私たちはパンを咲くために集まった。パウロは翌日に出発することにしていたので、人々と語り合い、夜中まで語り続けた。私たちが集まっていた屋上の間には、灯火がたくさんついていた。ユテコという名の一人の青年が、 窓のところに腰掛けていたが、パウロの話が長く続くので、ひどく眠気が差し、とうとう眠り込んで、3階から下に落ちてしまった。抱き起こしてみると、もう死んでいた。しかし、パウロは降りていって、彼の上に身をかがめ、抱きかかえて、心配することはない、まだ命があります、と言った。そして、また上がっていって、パンを割いて食べ、 明け方まで長く語り合って、それから出発した。人々は生き返った青年を連れて帰り、人形ならず慰められた。私たちは先に船に乗り込んで、アソスに向けて船でした。そこからパウロを船に乗せることになっていた。パウロ自身は陸路を取るつもりでいて、そのように決めていたのである。こうしてパウロはアソスで私たちと落ち合い、 私たちは彼を船に乗せてミテレネに行った。翌日そこから船出してキオスの沖に達し、その次の日にサモスに立ち寄り、さらにその翌日にはミレトスに着いた。パウロはアジアで時間を取られないようにと、エペソには寄らずに後悔を続けることに決めていた。彼はできれば五巡節の日にはエルサレムに着いていたいと、 急いでいたのである。パウロはミレトスからエペソに使いを送って、教会の長老たちを呼び寄せた。彼らが集まってきた時、パウロはこう語った。あなた方は私がアジアに足を踏み入れた最初の日から、いつもどのようにあなた方と過ごしてきたかよくご存知です。私はユダヤ人の陰謀によって、この身に降りかかる数々の試練の中で、 謙尊の限りを尽くし、涙と共に主に仕えてきました。駅になることは、公衆の前でも、家々でも、余すところなくあなた方に伝え、また教えてきました。ユダヤ人にも、ギリシア人にも、神に対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰を明かししてきたのです。ご覧なさい。私は今、御霊に縛られて、 エルサレムに行きます。そこで私にどんなことが起こるのかわかりません。ただ、精霊がどの町でも私に明かしして言われるのは、鎖と苦しみが私を待っているということです。けれども、私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を全うできるなら、 自分の命は少しも惜しいとは思いません。今私には分かっています。御国を述べ伝えて、あなた方の間を巡回した私の顔を、あなた方は誰も二度と見ることがないでしょう。ですから、今日この日、あなた方に宣言します。私は、誰の血に対しても責任がありません。私は神のご計画のすべてを、 余すところなく、あなた方に知らせたからです。あなた方は、自分自身と群れの全体に気を配りなさい。神が、ご自分の血を持って買い取られた神の教会を牧させるために、精霊はあなた方を群れの監督にお立てになったのです。私は知っています。私が去った後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、 容赦なく群れを荒らし回ります。また、あなた方自身の中からも、いろいろと曲がったことを語って、弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こってくるでしょう。ですから、私が三年の間、夜も昼も涙と共に、あなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを、思い起こして、目を覚ましていなさい。今私は、あなた方を、 神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされたすべての人々と共に、あなた方に御国を受け継がせることができるのです。私は人の金銀や衣服を貪ったことはありません。あなた方自身が知っている通り、私の両手は自分の必要のためにも、共にいる人たちのためにも働いてきました。 このようにロークして弱い者を助けなければならないこと。また、主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を覚えているべきだということを私はあらゆることを通してあなた方に示してきたのです。こう言ってからパウロは皆と共にひざまずいて祈った。皆は声を上げて泣き、パウロの首を抱いて、 何度も口づけした。もう二度と私の顔を見ることがないでしょう。と言った彼の言葉に特に心を痛めたのである。それから彼らはパウロを船まで見送った。